最古の大陸は常に猛烈な嵐が空を舞う天災の大地だった。ある日、クラインストーンが発掘された。その石は純粋な力で嵐を払い、闇に覆われていた空は蒼穹となり、人々は生存の光を手に入れた。しかし、それを機にクラインストーンをめぐる戦いが始まり、それは大陸を滅ぼすほどの第二の天災となった。生き残った人たちは戦争を止めるために、資源を合理的に分配し、平和を守るルールを決めた。殺戮は試合に変わり、クラインストーンは優勝者に与える名誉の象徴となった。最初の試合は荒野で行ったため、人々はそれを荒野行動と呼ぶようになった。